ドンチャリウス。はい、ということで、今回なんですけど、久しぶりにね、久しぶりなのか、まあ1ヶ月ぶりくらいかなに、購入品紹介をしたいと思います。はい、そんな感じで、まあ7月くらいに買ったものかな、先月あたりに買ったものを今回紹介したいと思うんですけど、全部で、4点あります。まあまず1つ目は、アロハシャツと、まあ簡単に紹介するとネックレスと、ブレスレットと、あとは、はい、靴という感じの以上4点をね、最近買いましたので紹介したいと思います。ということで、まず1点目なんですけど、1点目がアロハシャツです。はい、これブランドがニポアロハという、まあ、日本のブランドで、SS しかアイテムをリリースしてない、ブランドになります。で、アイテム的には、まあ、このブランド名にもある通りアロハシャツがメインで出してるブランドで、僕が今回買ったのはこれ20年 SS の、アイテムで、柄的にはわかるかな、これマージャンパイ、まあ、マージャンをモチーフにした柄のアロハシャツです。なのでこう、まあ、マージャンパイとか展望っていうのかな、これは僕ね、マージャンずっとやりたいんですけどやったことなくてなので、まあ、これを着てちょっと今度雀荘でも行こうかなとか思ってますけどっていうのは冗談で、まあ、あのマージャンモチーフの、アロハシャツです。で、これは、素材がシルクなのと、この染色技法、まあ、多分この柄を出すにあたって友禅染めって多分ね聞いたことある方多いかなと思うんですけど、それをね用いられてるので、非常にこう、まあ、上質というか手の込んだアイテムですね。値段は確かね3万8000円です、税抜きで。僕が買ったサイズは一応2っていう、まあ、L サイズに相当するんですけどを、買いましたと。はい、最近ねアロハシャツにはまってて、そうこの夏の気分だっていうことでね、今回買いましたし、麻雀モチーフのねアイテムってあんまりね少ないんじゃないかなっていうところでね面白いなって思ったし、なんか僕ギャンブル系のアイテム好きなんですよね例えばまあ今日してますけど、あ、これファックじゃないです、まあトランプモチーフのリングとか、なんかそういう系のねアイテム結構集める癖があって、まあ、その一環で、まあ、シンプルに物としてもかっこいいなって思ったんですけど、まあ、それも相まって、今回買いました。で、説明するの忘れたんですけど、これね、まあ、わかるかな、これ光のね反射加減で菊の花かな、確かな、もう模様が、まあ、シャドウで見えるというような、デザインになってます、うん、なのでね、なんか黒でやっぱ光沢感あるとね結構大人っぽい感じで、いいかなと思います。はい、これが1点目。そう、最近アロハシャツにハマってて解禁シャツならなんかね欲しさ 1.4 倍ぐらいになるんですよね解禁シャツのアイテム。はい、そんな感じで、1点目アロハシャツでした。で、次2点目、2点目はちょっとアクセサリー行こうかなと思うんですけど、はい、こちらこれね買ったのもう2ヶ月くらい前なんですけどもうずっとね動画撮ろうと思ってて、まだ開封もしてないという、なので今ねここで開封の儀をしたいと思うんですけど、先に言っておくとブランドがマーランドバッカスという、アメリカの、ブランドです。アクセサリーブランドかな。はい、そんな感じで、早速開けていきたいかなと思うんですけど、やばいやん、これハサミじゃなきゃ開かないやん。あ、開いた開きましたはい、そんな感じで、え、これ何、ハサミなくても開くんか。開けてみるとこんな感じです。はい、結構じゃらついてるんですけど、まあ一つ一つチャームがあって連結されたような、デザインで、これ面白いところとしては、このこれ何個かね、例えば在庫があったとして、全部この組み合わせじゃなくて一個一個違う組み合わせで、このチャーム一つ一つが確かね、こうヴィンテージとかのネックレスとか解体したりとか、まあこういうなんか雑貨とかの一部をつなぎ合わせて一つにしたような、デザインだったかな、確か。なので、基本的にこれは世界に1本だし、届くまでねどの感じなのかも全く分かんなくて、アソートみたいな感じで、はい、なので僕は今回こんな感じでした、うん、結構いい感じかな、僕の組み合わせ的には。ダイスがついてたり、ピンクの、あとは結構個人的にこれ好きですね、ハートのこれ、このチャーム、これラブって書いてあるんですけど、うん、とか、あとなんだろう、ちょっとまだね今初めてちゃんと開けてみたんであれなんですけどあとちょっとこう豚鼻っぽい金のやつとか、うん、なのでなんか遊び心がある感じのアイテムですね。で、今ね
つなげてみたんですけど、ちょっと腕につけるのむずくて、まあ、とりあえずね、普通に腕通さずつなげてみて、ぶつ取りだけちょっと今しようかなと思うんですけど、はい、こんな感じです。結構存在感あるんじゃないかなと思います、これがこう腕に巻きついてたら。はい、なので特に夏とか半袖とかで見えるシーズンはいいんじゃないかな、アクセントになって。なかなかこういうのねつけてる人いないかなと思うので、うん、あんまこうチャーム、まあ、シルバーとかね結構いるかなと思うんですけど、いいね。しかも歩いた時にこう音鳴る感じこれも面白いしいい感じだね。はい、そんな感じで、ちなみにお値段なんですけど、これ安くて結構手間かかってるんじゃないかなと思うんですけど、これいくら9000円ぐらいでしたね、確か9000円ぐらい、うん、でどこで買ったかっていうと、渋谷のラットラウンジですねという、まあ、セレクトショップなんですけど、まあ、もちろんオンラインで買ったんですけど、お店に行けないんで、はい、そんな感じです。はい、で、続いてがネックレスなんですけど、はい、こちらが、まあ、見ての通りタバコモチーフのネックレスなんですけど、開けてみると物はこんな感じです。はい、まだちょっとタグがついてるんですけど、はい、これ、はいはいはい、で、先にねブランドから紹介すると、はい、こちらですね、ジェットパックオムという、これもね、マーランドパックスと同じでアメリカのブランドです。でアメリカのこっちはね西海岸の方のブランドかな、ジェットパックオムは。でマーランドパックスは、東海岸のニューヨークの方だった気がします、確か。はい、というブランドのアイテムです。で、このネックレスの面白いところは、このネックレストップのタバコですね、タバコが、これが本物のタバコを上から樹脂でコーティングしてネックレストップにしたという、ネックレスになります。なのでこれもともとね、本物の誰かの吸い殻で、一応銘柄丸ボロなんですけど、そこにブランドのジェットパックオムとボールペンで書いて、上から多分樹脂でやったのかなと思うんですけど、それがトップになってるネックレスです。で、これ留め具の部分がねちょっと面白くて、こういう感じ、なんかキーホルダーとかにあるようなやつなんですけど、これもまたね首に巻いた時に一つデザイン性があって、結構僕は好きなポイントですね、ここ、この留め具の部分。ただこれ結構ねつけるのむずいんですよね、これ なんていうんだろう、キーホルダーにあるさ、こういうやつ、これ引っ掛けて引っ張るみたいな、それだからこれ見ないでノールックでやるのね結構むずいんですよね。あ、来ましたね。はい、つけるとこんな感じです。ちょっと1個だけだとね寂しいんで、僕なんかネックレス何個かこうレイヤードというか、何個かつけてそのうちの1個みたいな感じでやりたいんですけど、ちょっと1個だけでつけるとこんな感じです。で後ろは、はい、あ、こういう感じで、はい、で、このねネックレスもさっきのマーランドパッカスと同じでアソートみたいな感じで、確かこの何、このなんだ、ここフィルターのこの部分が、これ今こういう、まあ、ザタバコっぽい色の茶色っぽいやつですけど、白、全部白のやつとかがあったりとか、これもアソートで届くまでわからないというようなアイテムです。まあ僕はこっちだったんですけど、はい、こんな感じ、うん、やっぱねアクセサリー買っちゃうねで、これはお値段が確か1万3000円くらいで、これどこで買ったかというとランチ機で、買いました。で、このジェットパックオムを取り扱っているのがランチ機と、僕が知ってる限りではさっきこの紹介したマーランドバッカスを扱っているラットラウンジでも、お取り扱いがありました。なので、まあ、どうだろう、日本ではまだあるのかな、ちょっとね僕存じ上げないであれですけど、まあランチ機と、ラットラウンジで買いましたと。で最後が、靴なんですけど、 80s のね、靴を買いました。僕はね参考までに 80s は2足今まで持ってて、はい、ニキータとハロー、ヘイロー、これ未だに読み方わかんないんですけどハロー、ヘイロー、うん、という、まあ、2足持ってて、まあ、両方とも去年に買ったものなんですけど、この2足に引き続く、3足目という形で、今回買いました。はい、で、今回買ったのが20年秋冬の今季のアイテムです。開けると、まあ、80s のシューズ袋がついてて巾着ですね。で、はい、じゃーん、物をお見せするとこんな感じです。はい、はいはいはい。で、モデル的にはブレードというモデルです。はい、でデザインとしてはサイドにこうストラップがついてて、ここがちょっとね変わったシステムで、わかるかな、これここマグネットでひっついてて、手前に引っ張るとこう外れるという、ちょっと今見えたかな、こう
ちょっと全然見えなかったもんっていう面白いギミックというか、これなんか名前あった気がするんですけど、このシステムにちょっと思い出せないんですけど、まあ、アウトドアとかのアイテムでたまにあるような仕組みかなと思うんですけど、はい、こんな感じで、あ、ちょっとできたのかちょっとわかんない、あ、ちょっとまだね使い慣れてないんですけどあ、こんな感じで、あ、うん、あ、そうそうそう、うん、ちょっと全然わかんない、カメラ越しだとまあいいわ、ちょっともう一回やろう、ちょっと生で見ながらやろう、これでこっちに引っ張ってこう、あ、よし、これでどうでしょう、で、こう開けるとちょっとこれマグネットで勝手にくっついちゃうんですけど、開けると反対側にこうジップがあって、まあ、ジップアップで履けるというような、デザインです。まあこれが一番の特徴かなと思うんですけど、あとは結構やっぱ 80s によくある厚底の、靴で、ここにねメタルのプレートで 80s ワールドワイドとが、こう付けられてますと。でこのねブーツの僕の個人的なお気に入りのポイントとしては、まずこのメタルパーツかな、うん、はい、こことここと、まあ、メタルプレートなんですけど、まあこれがやっぱこう反射でアクセントになって、いいなっていうのと、まあ、黒とのねこうコントラストもいい感じで、あとはこのシステムかな、このこれこれもなんかちょっと遊び心ある感じでいいなっていうのと、なんかねこれ見た時に、なんだろうな、個人的にはアニメとかゲームとかの登場キャラみたいな、あ、なんかそんな感じの雰囲気というか要素を感じて、その現実にはない感じの二次元というか、その違和感的なのが三次元で味わえるというか、味わうっていうか、うん、なんかその違和感ですね、それがいいなと思って、まあ普通にかっこいいっていうのもあるんですけど、今回、買いましたと。で、値段が5万くらいだったかな、5万くらいです。で、どこで買ったかというとコンテナストアで買いました。で、僕のね携帯の裏面にねコンテナストアのシール貼ってありますからなんか配信行為じゃないかと思われるんですけどはい、そんな感じです。で、まあ今回ねちょっと着ようと思ったんですけど、ちょっと疲れちゃったんで、まあいずれスタイリング紹介とかした時に登場すると思うので、まあその時にね見ていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、今回買ったのはまず1点目がニポアロハのマージャンのアロハシャツ、2点目がマーランドバッカスのブレスレットで、3点目がこのジェットパックオームのネックレスで、4点目が 80s のブーツと。はい、今回はそんな感じでしたね。まあ総額にしていくらだろう、3、まあ、4万9万11万ぐらい使っちゃってますねまたねなんか新しく買ったらその時はその時で紹介したいと思います。はい、今回はそんな感じでした。また